矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はご紹介しますのは、Gロッソ、東京ドームのGロッソで行われました怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーのショーですね。こちらのシリーズ第3弾ということで、華麗なる新戦士、ルパン X、 パトレン X、 こちらのチラシの方を見ていただきたいと思います。追加メンバーで2つの姿に変身できるということで、本当このシリーズだからこその内容になってますよね。まあ出てくるのはどっちか1個なんですけども、ポスターだとちゃんと2種類見えるからなかなかいいですよね。こんな感じになってます。こちらがルパン、パトレン X で、シルバーの方が、ルパン X になるわけですね。で、こちらグラメンの方なんですけど、グラメンの方は、一応関係してるところだけ見ていただきますと、ルパンレンジャー VS パトレンジャーの応援隊ということで、必ずこれシリーズのね、応援隊があるんですけど、私が知ってる範囲で確かガオレンジャーあたりからずっとこれ続いてると思うんですよね。こちらの会場に来るとスタンプ一つ一つ押していくといろんな得点がつくわけなんですけどもね、まだねこちらの得点の方 も見てるとすごいですよね。10個貯まると今度、パトレンジャーや9レンジャーの一応カードももらえるっていうことで、これもうねなかなか裏面これ改めて見た時に思ったんですけど、すごい得点がついてますよね。内容も9レンジャーの内容出てますからね。しかもこれはまた G ロスと別の場所にスーパーセンターエランダということで、これも、一応あるのは、シリーズごとにあるわけなんですけども、こういう内容になってます。どうでしたでしょうか。今回はチラシの方を見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。Thank you.